ちは、ほです。辻です。おなじみの3回目3回目今日は辻と一緒に八ヶ岳の硫黄岳に行きます。標高が 2760m で、コースタイムが5時間30分ぐらいになります。天気がまたこの前立て品行った時みたいにちょっと八ヶ岳ね、下から見ると雲が残念、晴れることを期待して行きましょう。靴下忘れてさ、今日辻に貸してもらった帰りの辻のありがとう。ちょダサいっす。ダサいやっぱ、白いもんね。ということで、桜平の駐車場からまずは大連小屋までかなですね。ちょっと涼しいね、やっぱ下と比べるとだいぶ涼しいね。登山口、登山口なのかこれ。今日行くの、今日行くのは現在地から今ここですね、大連小屋、那須沢高専こ, れ、こっちですかね。そうだね、左もうこうかな、っていうようだけ、こうですね。ちょっと届いてないですね、ちょっと身長が、身長がここです。 OK。 ちょっと上あれじゃね、かなり天気かなりガス、雲をかぶってるぞ。今歩き始めて20分ぐらいです。はい、なんか苔がずっといい感じだね。景色は、景色は見えないけど、見えないですけど苔が、あとずっとコンクリの道だね。そうだね、今んとこ、こんな感じ。すごいいい感じ、うん、30分ぐらい歩いて、ここは那須沢高専だね。結構人が多いね。密です。うわ、上絶対もう雲の中じゃん。こんなこれ雨だね、多分。どうする、突っ込むか。雲しかないね。突っ込むか。完全にこれ雨だね。アーケードがある、ちょうど石がすごい反ってるね、うん、本当だ、石が支えてる。またわざとだろうね。大連小屋、オーレン小屋じゃないって。さっきの那須沢高専で。じゃオーレン小屋まだだよ。そうだよ。あ、そうなの。いい感じの道。基本ずっとまだ樹林帯だね。ませんね。あ、でもあと10分ぐらいでオレン小屋、うん、オレン小屋に着きそう。もうちょいだ。お、オレン小屋着きました。綺麗、すごい綺麗、綺麗な小屋だね、うん、有名なご飯なんだっけな、あるみたいですけど忘れました。おお、あ、いっぱいいる。美味しそうなのがたくさんある。那須沢峠の方から行きましょう。Let's go! Let's go! 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 Go!
天気もそうだね。そう、天気、風も強そうだな。今、オレンゴ屋を出て、ヒュッて夏沢に向かいます。はい、どんくらい？20分山彦層20分ぐらいだね。20分で着く。うん、なんかあんまり変わらないね、景色は。景色はずっとこんな状態、うん、荒れてるね。荒れてるね、ほんとだ。風やばくね。やばい、危ない。木がすんごい揺れてる。うわ、音もすごいよこれ。上出たらやばいね。わわわわわ。晴れないかな。無理だ。でも結構天気見たら一応雨がなかったもんね。そうだね、風強そうだったけど、うん、晴れ雲みたいな。晴れ雲だといいんだけどな。もののけみたいな雰囲気だね。おいて。ガスってるけど。ガスってるのがもののけみたいな雰囲気を醸し出す。それより青空を見たい。確かに。間違いない。辻と八ヶ岳来ると、この前は立石が一緒に行ったんだけどね。最悪でした。こんな感じだった。同じ感じ。大地来ないのに。おい、歩いて2時間ぐらい今かからない。うん、2時間かかってないぐらいかな。標高2430m だ。うわ、ここで飯食ってありかな。そうだね、うん、上は風が強そうだ。やばい。着いた、夏沢。ヒュッて夏沢。うわ、うわ、寒。景色見えないね。ちょっとだけ下が見えるかな。上はもうガスガスだ。沢からあと1時間山頂まで。風が強そう。ってか強い。強い。山頂やばそうだな。ちょっとかなりやばいかもね。おお。おお。景色が若干見えます、ね。そうだね。あ、ちょっとだけさ青空が。天気が。上ちょっとだけ青空ある。風が強いから抜けるかもね。もしかしたら。うん、オーレン小屋も見える。これかな。風切り音ごめんなさい、本当に。いや、そんなじゃねえわ。そんなじゃねえわ。はい。
わすごい見えてきた。パッチー爆裂火口だ。風が強いからガスったり晴れたり。登ってきた道も良きだね。見えた。来ました。硫黄岳山頂。特別加工の先っぽまで。爆裂加工と、ここがあれだね。何見えるかな。ガスって。ガスって。さあ。風がずっと強いから、結構手が冷たい。寒い。ちょい寒いね。寒い。ピストンコースで。まあ、晴れてよかったね、うん、なんとか最終的に良かった。おお、雪見えなかったけど、さっきこの上をこうやって歩いてたんだ。景色見える。今ヒュッて那須沢を出ました。次は大連小山で。ちょっとトイレ行きたいから早く着きたいね。早めの下山で。早めの下山で樹林帯まで降りてきたから風がなくなってね。そうだね。
オーレン小屋着いた。下りは早い。そうだね、行きより下りは早いね、やっぱ。あ、まあテントがあるんだよ。連休だしね、明日休みだもんね。降って夏沢からオーレン小屋に。はい、ということでオーレン小屋出て、もうあとは一気に駐車場まで行きましょう。この下りきついね。きつい。あ、すぐ来る。駐車場着きました。桜平駐車場。はい、ということで硫黄岳登ってきました。天気最初ガスってたけど、山頂でちょっと休憩してたらなんとかね晴れていい感じでしたよ、ね、景色見えたからよかったね。辻と行くと見えないからさ、あんまり天気が間違えた。コースタイムが6時間15分でした、はい、結構上でゆっくりしたもんね。だいぶゆっくりしました。こんな感じで登山の様子を YouTube に上げてますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたいつかどこかでお会いしましょう。じゃあねー。